はい、こんにちは、ココムです。今回は作業用の動画を撮っていこうと思います。久しぶりの作業動画の申し訳ないんですけど、やっていきたいと思います。こっちはね、ちょっと適当にやっていくので、皆さんなんかやってみてください。使ってみてください。で、ちなみにね、文房具100均の筆箱紹介で紹介した動画がね、もう上がってると思うんですけど、まだ動画撮ってなくって、ちょっと使ってからね、撮ろうと思うので、感想とかちゃんと言いたいと思うので、使っていくんですけど、あんまり使う機会がないということで、自分でね、こうちゃんと文房具を使う機会を増やしたいと思います。なのでね、なんかやっていきます。はい、はい、やっていきます。はい、やっていきましょう。
Thank you.
ということで54分で約1時間やったので、今回は終わりにしたいと思います。お疲れ様です。はい、まだ文房具ね、あまり使ってないものもあるんで、また使っていこうと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までお疲れ様でした。では